始まりまりした第3回雇用統計カーニバル inTFX1、えー、回目2回目と非常に大きな盛り上がりで、えー、会が終わりましていろんな方のご要望もありまして第3回目行うことになりました、えー、新年度春一番の雇用統計の発表ということで、えー、第1回目2回目に引き続きそれ以上のサプライズがあるかもしれないというちょっと見どころ満載の雇用統計の夜になるんではないかなと思います こちら、最後までどうぞお見逃しのないよういろんなお話を聞いて今日は帰っていただければと思います本日のプログラムこちらになりますまず第一部としてシティバンク銀行株式会社チーフ FX ストラテジストの高島治さんの方からですね G20 時代の為替相場と通貨戦略ということで約1時間にわたってお話しいただきます。 こちらですね私、高島さんと事前に打ち合わせをさせていただいた時に感じたんですけどものすごいグローバルな新興国も含めてでさらに時間の軸、歴史ですね歴史のお話なんかも入りつつ世界経済と為替のお話が飛び出すと思います非常に面白いお話ですのでどうぞ皆さんご期待くださいでそしてコンテンツ第2部ですねこちら豪華アナリストによるパネルディスカッション各社 精鋭の、えー、アナリストたちがですねこちらの場に集まって FX の実践編ということで売買戦略のお話を、えー、パネルディスカッションとして進めていきたいと思いますでそして、えー、途中交流会なども挟みまして日本時間の9時30分こちらに本日、えー、アメリカの雇用統計の発表がなされます、えー、こちらですね雇用統計のの発表の時間までに 皆さんにお願いしたいことがございます、えー。本日受付で配られました、こちらの名刺サイズの投票用紙、えー、皆さんお手元にあるかと思うんですけれども、こちらに、えー、雇用統計の、えー、増加数レンジを当てていただきたいと思います。えー、選択肢は3つ。1つは19万9000万人未満。 2つ目が19万9千人から21万9千人そして3番目に21万9千人以上ということで3つのレンジをご用意しています、えー、こちらクイズの内容3、えー、つの回答はですね、えー、隣でご用意しています交流会会場の方に、えー、こちらの投票の詳細内容と、えー、投票ボックスがご用意、えー、されておりますそちらの方にですね えー、夜9時半の雇用統計の発表の前までに、えー、皆さんの予想をですね書いて、えー、投票ボックスの中に入れてください今すぐ書いて入れていただいてもいいですし、えー、高島さんのお話そして各社の、えー、自慢のアナリストのお話そういったのを聞いた後で投票いただいてもどちらでも OK です、えー、タイムリミットは9時半、えー、雇用統計の発表の前までに、えー、そちらの回答を入れてください でそして、えー、雇用統計の発表の数値に、えー、近い方の中から抽選でこちらの商品を今日ご用意しました、えー、アメリカのナショナルパーク,ク・ウォーターズ・コレクターズ・マップというものなんですけどこれ、なかなか手に入らない貴重な一品なんですよこれですね開けるとアメリカの世界地図 すべ、えー、ての州に25セントコインが入るようにできているんですねで一つ目、ニューヨーク州に実際のコインが入ってるんですけれどもそれぞれアメリカを旅してそれぞれの州のコインをゲットしてコレクターとして頑張ってくださいというそういう意味のものですね、えー、こちらかなり貴重なものなので、えー、ぜひこちらゲットしていただきたいなと思いますナショナルパーク・クォーターズ・コレクターズ・マップです。 えー、というわけで、えー、今日はですね、また、えー、ハンバーガー、用意しております。ワ、えールドインベスターズ TV の雇用統計といえば、マクドナルドハンバーガーなんですね、えー。アメリカの雇用を大きく支える企業、マクドナルド。そのマクドナルドのハンバーガーが、隣の交流会会場の方に、ま、えー、もなく山積みになって用意されますので、えー、第1部が終わった後ですね、 皆さん、そちらのハンバーガーを頬張りながら、えー、各社、いろんなアナリストの方もいらっしゃいますし高島さんも交流会の方に残るのでいろいろと質問を投げかけていただければと思いますでそういった質問を投げかけていただいてその後でまたパネルディスカッション始まるんですけれども、まあ、そういったものを、えー、いろいろ参考にしていただいて雇用統計の発表を待っていただきたいと思います、えー、それではお待たせいたしました、えー、まずは、えー、第1部 えー、G20 時代の為替相場と通貨戦略、シティバンク銀行株式会社チーフ FX ストラテジストの高島治さんを呼んでみたいと思います。高島さんどうぞ。皆さん拍手でお願いします。それでは高さんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。 あじゃああの皆さんこんばんこばは、えー、シティバンク銀行で為替の市場調査を担当している高島です。 で今日、結構あの長丁場だという,ふうに伺っているんですが私は恐れ多くも基調講演だということなんで、まあ、ちょっとあのなんか変わった面白い話でもしないとなということで、まあ、最初は多少冗談めかしたところから入って、まあ、最後のところでまあドル円を含めてまあどういうふうに相場って見ていくのかっていうのを、まあ、私なりの考えをですねお話していこうかなという,ふうに思います。 で私、結構あのおしゃべりであのいつも時間が足りなくなるんですけど、まあ、あのマクドナルドのハンバーガーが待っているということで8時には終わらせるつもりでやりますのであのよろしくお付き合いいただければなという,ふうに思いますで今日、私が試みたいことは何かというとやっぱり今の時代の捉え方ですねでこれを大局観と示しつつ、えーまあ、実際の相場にどう臨んでいくかというところまでえブレイクダウンしていきたいなという,ふうに思っています。 とということで一番最初に見てみるのは、えー、これはあの歴史ということになってきますで前のスクリーンちょっと見にくいかもしれませんけど左上の絵では,です、ね、これはの最後の晩餐、えー、レオナルド・ダメンチいい絵ですよねこれねでこれ何を示しているかというとですね西暦1年要はキリストが生まれたぐらいからのですね世界の人口の推移を示しています でメモリはですね左側についてるんですがちょっと特殊なメモリでしてこれは対数メモリというものなんですね普通は1の次は22の次は3なんですがこの対数メモリというのは1の次は10倍した1010 10の次はその10倍の100100 100の次はまたその10倍の1000。 次は1万、10万、えー、こういったような数え方をするこれが対数メモリというものなんですねですから長期的な動きというのはこの対数メモリーで見ると何とか見れるということですじゃあそういった中で、えー、キリストが生まれた西暦1年ぐらいのまず世界の人口はどれぐらいだったかというとだいたい2億人ぐらいです で足元はこれ60数億ぐらいなんで、まあ、当時、いかに人口がまだ少なかったかということなんですがもう一つ興味深いなのは深いことは何かというとこの世界の人口というのは1何0 0年とほとんど変わらなかったんですねで例えば1700年ぐらいの人口がだいたい6億人ぐらいですですから1700年かけて4億人ぐらいしか人口が増えなかったんですね。 ところがそこの辺りから人口の爆発が始まりまして1900年ぐらいには15億人ぐらいで足元は60数億人こういった人口の爆発が起こったということです。じゃあこの人口の爆発が起こった要因はというとですね3つぐらい重要なポイントがあったんだろうなと思うんですが1つはですね14世紀から流行った黒死病、ペストの克服ですねこれが17世紀ぐらい。 でその後と身体略が発見されて新しい農地がです、ね、発見されることによって、えー、人が多く暮らせるようになっていたということですね。ねそして何と言ってとっも 18世紀に産業革命、これによって人間が豊かに暮らせるようになって人が爆発的に増えるようになっていったということです、まあ、こういったですね歴史を振り返ってみると今なんか人口減だとか人口が伸びなくなったとかそういった話をしてますがもともと人口ってのはそんな増えるわけじゃないということですね。 どちらかというと人口はずっと安定的で過去300年ぐらいがたまたま爆発的に増えているということですですから人口増加を前提としたまあ社会保障制度とか年金制度というのはまあこの数百年の前提の上で成り立っていてまあ人間の成りわいとしてはあまりマッチしないような制度なのかもしれないなというのはちょっと思いますねじゃあこういった人口の増加を支える1つの要因となったこの産業革命これがやはり金融経済的には非常に重要でして えー、この前のスクリーンで見ていただくと、えー、また西暦1年ぐらいからの、えー、世界経済の推計というのをやってるわけですねでこれはですねあの実質為替レートで算出していて我々が言うあのベ米ドルとはちょっと違うんですが、えーまあ、キリストが生まれたあたりの、えー、世界の経済規模は大体ですね日本円にすると10兆円ぐらいです、えー、今日この場にですね 広島県の出身のの方いらっしゃいいいいらららっっししゃゃますすか広広島島県県なですねだたい経済規模が10兆円ぐらいですから、えー、キリストが生まれたぐらいの世界経済ってのは広島県ぐらいだったということですねでこれがじゃあ産業革命18世紀のすぐ手前のところはたいどれぐらいだったかというと、えー、それでもまだ30兆円ぐらいですさすがにここの出身の方はいらっしゃると思いますが、えー、大阪府の出身の方いらっしゃいます大阪の方あ 1> 今1名多分、もっといらっしゃると思いますが日本人はシャイなんでなかなか手を挙げてくれませんけが、まあ、要は産業革命が始まる直前ぐらいのですね世界経済は大阪府ぐらいだったということなんですねでこれがですね産業革命で爆発的な拡大を始めて1900年ぐらいになってくると大体200兆円ぐらいのところまで世界経済は拡大していったわけですねで今日この場にあのイタリア出身の方いらっしゃいますかイタリア さすがにないいなということで、まあ、大体この19 1900年ぐらい、まあ、日本でいうと明治維新が起こって日清戦争とかやってた、たそれぐらいの時に世界経済は今でいうイタリアぐらいの規模感だったということですねでそれが足元においては大体4000兆円ぐらいの経済規模に拡大してきてるということでやっぱりこの産業革命というのが人口動態面でもあとは世界の金融経済という意味でも非常に大きな転換点だった。 まあ逆に言うと、ですね、えー、この爆発的に経済が伸びている人口が伸びている時代というのは極めてまれなんだということなんですね。でなおかつ、この間に起こったもう1つの変化というのは世界経済の勢力図ががらりと変わったということですね。ね でこのグラフ、えー、西暦1000年、えー、1年、1700年、えー、2003年の、えー、世界経済のです、ねえー、シェアを示したものなんですがちょっと見えないだろうなと思うんですがすみませんがだいたい1700年ぐらいまで,まで、えー、産業革命が起こるまでというのはです、ねえー、日米欧の、えー、世界に占める経済シェアは大体20%ぐらいです。 で逆に言うと80%ぐらいは中国、インドをはじめとした今でいう新興国が占めていたわけですねでところがこの産業革命で勢力図が一変して2003年の段階においては、えー、米、欧、日、えー、いわゆる主要国先進国でだいたい5割ぐらいで逆に中国、インドといった新興国の経済シェアというのが、えー、その分減ってしまったというです、ね、ことが起こったということですねこの観点に 関してもですねこの300年ぐらいというのは実は極めて歴史的には異例なことが起こっていたということなんですねで当然ながらその間起こったことは何かというと西洋、アメリカ、日本こういった国々の所得水準の拡大であって一方で今でいう新興国というのはずっと取り残されていたということですね。 で3ページ目前のスクリーンで見ていただいた左下のところというのはですねこれは一人当たりの名目 g d p 一、まあ、人当たりの所得と言ってもいいかもしれませんねこれを示しているものなんですけど大体キリストが生まれたぐらいのところはですねあの今でいう500ドル前後だったんですねでこの状態というのがずっと長らく続いたんですが 産業革命が起こったあたりからこの所得格差というのが急速に拡大して2000年代に入ってくるとインドに比べて西洋諸国が大体10倍ぐらいの所得になっているということが示されているということですところが私が思ううにです、ね、この極めて異例な歴史的に見れば300年ぐらいしかない とといいいうううのが今逆行を始めてるんじゃないかというふうに思うわけですこれが要は我々の目の真ん前で起こっている現象としては新興国時代ということになるわけですねじゃあこういった現象を起こすきっかけになったのは何かというとこれはやはりグローバル化と IT 化なんだというふうに思いますねこれによってですね世界的な労働価値の修練というのが起こっているのではないかというのが私の印象です 世界的な労働価値の修練というのはどういうことかというと要は、我々日本人の価値もインドネシアの働いている人の価値もベトナムで働いている人の価値もアメリカで働いている人の価値も随分修練してくる同じぐらいの水準に向かって、えー、格差を縮小させようという圧力が働いているのではないかなということなんですね例えば先週ですね私はあのシンガポールとジャカルタの出張に行ってきたんですね。 でまあ、シンガポールはもう金融先進国なんで、あので、ーまあ、私なんか優秀な人っていっぱいいるわけですよでも正直言ってジャカルタには負けないだろうと思ってたんですよねところがこれもうジャカルタで働いている私の同僚というか本当優秀でして英語なんかをペ,ペラ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 喋るわけですよもう私なんかでこうまくてですね本当に悔しい思いをしたんですが要は彼のですね労働価値というのは多分私と等しいか場合によっては上回っているということです。 あとは例えば今、日本企業がどんどん,どんどんアジアに進出して子会社を立ててますよねで例えばベトナムと日本の労働者の給料というのはだいたい20倍ぐらいの格差があるというふうふに言われてますがじゃあこの20倍の格差を跳ね返せるほど日本人の価値が今あるのかこれはもう残念ながらなくなってきているということですでこういったです、ね、労働価値の修練というものをもたらすことができるようになったのはやはり IT 化 え並びにグローバル化によって金が世界中を駆け巡って企業活動も世界中をまたいで物も世界的に動くであとは何と言っても教育ですよね、えー、アジア諸国あたりでも非常に教育あの高い教育を受けた人たちが出てきてそういった時代に対応しようとしているということです,、ね、ですからこういったです、ね、世界的な労働価値の修練が始まると何が起こるのか 言うまでもなく我々がいる日米欧といった先進国の経済成長率が鈍化してそれでもまあなお足りないものですから為替レートで見ていただくと新興国の通貨が上昇しがちになって先進国の通貨があまり上昇しなくなってくる。 あとはお金の流れでいうと日本あたりからブラジル、シンガポール、インドネシアこういった国々にお金がどうしても流れがちになっていくこういったような現象が起こっているんであろうなというふうに思っていますそうするとこれが新興国で起こる変化は何かというとやはり通貨高を契機にインフレ率を低下させて金利が下がっていくということが起こってきますで金利が下がってくるとやはり設備投資が活発化してきますのでその…で、そ インドネシアなインドネシアの労働者1人当たりが持っている資本の蓄積というのが進んでいきます要は1人の労働者が持っている設備投資されたもの機械の、えー、機械とかパソコンとかそういったものがどんどん,どんどん蓄積されてきますからそういった国々が競争力をつけて 例えば国際収支が黒字化するそうするとまた通貨高になってインフレを抑えて低金利をもたらす、まあ、こういったような好循環というのが新興国で起こっているで一方で先進国というのは逆に言うとこういった好循環の傍らさえないということになるわけですが、まあ、こういった新興国の成長というのを投資として取り込んでいくということは、まあ、我々にとっても可能であるということなのではないかなというふうに思っています。 でこういったですね、新興国時代を象徴する1つの出来事が何かというとこれがやはり G20 時代の到来なんだという,ふうに思うんですよね。 もともと G7 というのがあったわけですがこれは日米欧といった先進国の集まりだったわけですねただ、リーマン危機でこういった先進国というのはどっぷり沈んでしまっておまけにギリシャ危機なんていうのも起こってしまったものですから昔は先進国は大丈夫で新興国、まあ、昔は新興国のことを後進国と呼んでたんですが後進国は危ないって言ってたんですが今や先進国の方が危なくなってきて新興国の方が、えー、大丈夫だと。 まあこういったような事態になってきたということですねですからリーマン危機後の世界経済の回復というのを従来の先進国の集まり G7 では達成できないという話になってブラジル、中国、インド、ロシア、まあ、こういったブリックス諸国を中心とした新興国を招き入れる G20 という体制を作ることによってです、ね、この世界 的な金融経済危機を乗り切っていこうとしようとしていると、まあ、こういったような時代を今、我々は迎えているんだということですね。日本はこれあんまり変化がなくて非常に落ち着いてるんでこの世界経済のやっぱりダイナミズムがなかなか感じにくいんですが本当に私出張でいろんなところ行きますけど本当に世界って激変してるんですよね。 でこれあのやっぱりアメリカもヨーロッパも結構激変して新興国も激変してるんですが私の印象だと本当に、ね、日本だけ取り残されている感じですよね、まあ、日本とあとは台湾とかですかね、まあ、ごく一部を取り除けば本当に世界のです、ね、金融経済が激変しているという時代を迎えているんだということです。 でこの G20 というものが目指しているものは何かというとこれもなかなか、ね、読んでいただけないとは思いますが一言で言えば世界経済の回復を果たしていこうということを目指しているということですねあの、まあ、世界金融サミットというのを開催してあのオバマ大統領とかドイツのメルケル首相とか、まあ、日本からは毎年変わる なんとか首相というのがこう、まあ、毎年毎年変わる人が参加しているわけなんですがそういった G20 という枠組みで世界経済の回復を図ろうとしているわけですが実はこの G20 の中にはもう一つ大きな目的がありますこれは何かというと世界的な国際収支の不均衡を再拡大させないようにという目的を持っているんだということですね。 でこの国際収支の不均衡というのは何かというと一言で言えばアメリカの経常赤字中国の貿易黒字これだと考えていただいていいわけですでこのアメリカの経常赤字の拡大というのがリーマン危機の原因になったというふうな認識を国際金融の当局者は持っていますので世界経済の回復を図りながらアメリカの赤字の拡大を抑え込もうということをしているそうするとアメリカの赤字を拡大させないためには アメリカの輸入を減らさないといけないいいとけけわですじゃあアメリカの輸入を減らすためにはどうするかというとアメリカの消費とか投資といった内需を抑制するわけですじゃあアメリカの内需を抑制する,抑制すると世界経済の回復って図れますかってれないわけです じゃあそこでどこに注目が集まったのかというと繰り返しになりますが中国をはじめとした新興国ということになってくるわけですね、まあ、そこで新興国の内需を拡大させるそういったような政策が取られるようになってきているということですでそこのあたりは経済統計にも非常に端的に現れていまして世界経済の先進国と新興国を対比させてみますと急速に新興国経済が 先進国経済の規模に近づいていこうとしていますしあとは、何といってもです、ね、インフレ率を2000年代に入ったぐらいから新興国はぐーっと低く抑え込んできてるんですねで、まあ、昔はブラジルなんていうのは2000%のインフレなんていうのがあったわけですが、まあ、それも高々かかかか10%あるかないかとか、まあ、そういったような水準までインフレ率をぐーっと抑え込んできていると。 いいう現象が起こっているわけですで名目経済成長率が高くてインフレ率を低く抑え込むということは当然ながら、えー、実質経済成長率が新興国において上報屈折し、えー、逆に先進国においては下方屈折するこういった変化というのが2000年代に入ったぐらいから起こってきているということですね。ね まあこ,この辺りは先ほどお話した IT 化グローバル化という動きがあるわけですが特にこのグローバル化をもたらした原因は何かというと1990年代前半の冷戦構造の終結ですよね。 まあ、こ,このあたりで、えー、旧社会主,主義諸国というのを、えー、資本主義諸国、えー、市場経済に組み入れることによって、グローバル化が加速するということが起こっていった。ですから、90年代に起こっていた政治外交上の変化というのが、えー、この、えー、2000年代に入ってからの、えー、先進国における成長の過方屈折と、えー、新興国における成長率の情報屈折につながっているということは言えようかなと。 いうふうに思うわけですねそうすると今の世界は万々歳なのかという話になりますが当然ながらそういうこともなくていろいろと気をつけていくべきポイントというのが出てくるわけですね。まあ、これもです、ね、本当にまあ皆さんあの見えなくて申し訳ないんですがこれは何を示しているかというとですねこの今見ていただいているスクリーンの左半分はですね1971年。 ニクソンショック金ドル交換停止によって為替相場が変動を始めてから1995年ドル円が80円ぐらいの従来の円最高値をつけたあたりです、ね、そこぐらいまでの世界で長い統計が取れる通貨26通貨の当落率を示しているんですね。 で一方で、グラフのです、ね、右半分というのは1995年以降2010年の末までのこの26通貨の投落率を示しているんですがこの1995年以降、まあ、要は、このグラフの左半分はまだ先進国時代だったときですね。 今でいう新興国が発展途上国とか後進国と言われた時です一方で右半分はまさに新興国時代に突入したあたりからということになりますが実質カーレートと名目カーレートを見ていただくと実質カーレートの上位のほとんどが新興国通貨と資源国通貨によって占められているということがお分かりいただけます一方で名目カーレートを見ていただくとこういった 新興国通貨とととといいいううののはどちらかというと下半分のところに位置しているわけですじゃあそもそも実質カーレートと名目カーレートというのは何かというと例えば円の名目カーレートというのはこれはドル円だけではなくてユーロ円、ポンド円韓国本円といった日本のさまざまな貿易相手国に対する全体としての円の強弱感です。 でこれを名目カーセレートといいまして、まあ、ここでは26通貨円以外もドル、えー、韓国ウォンインドネシアルピアそういった通貨を並べているで実質カーセレートというのはこの名目カーセレートから、えー、国内外のインフレ格差を、えー、差し引いたものだということですそうするとここで示されているのは何かというと実質カーセレートで見てみるとやはり新興国時代の到来を反映してやはり新興国通貨が非常に強い インフレを考慮した後はそういった通貨が非常に強い、並びにそこの恩恵を被っている資源国通貨あたりが非常に強いという現象が起こっていますが実際の名目為替レートを見てみるとどうしてもそういった通貨が弱い方に入ってきているで両者の違いは何かというとこれは定義上国内外のインフレ格差ということになってきますから要は、新興国時代を迎えて インフレを考慮した後の実質為替レートではブラジルレアルをはじめとした新興国通貨は上昇しているわけですがどうしてもまだ先進国との間にインフレ格差が残っているものですからその分、名目為替レートは下がってしまうということですねですからやっぱりこのインフレ格差の存在というのは新興国に投資していくにあたってはです、ね、一つ注意すべきポイントになってくるんだろうなというふうふに思います。 であとはやはりバブルの形成と崩壊そこのあたりも気をつける必要があるかなというふうふに思うんですが、まあ、8ページ目というのは1980年代ぐらいからのです、ね、世界におけるブームとバースト要はバブルの形成と崩壊のフローチャートを示しているものなんですね、まあ、ここで何を言いたいのかというと必ず世界のどこかでバブルが形成されるブームが起こっていて で、一度形成されたバブルブームというのは必ず崩壊するんだということなんですねで、このブームが生じるときの1つの特徴は何かというと、まあ、1990年までの日本を思い起こしていただければ結構なんですが銀行融資が急拡大します、まあ、これをですね、我々専門家の間においては信用の拡張とクレジットの拡張と いうふうふに呼んでますが要は銀行融資が拡張するということが起こっていますじゃあ今日本とかアメリカとかヨーロッパで銀行融資ってどうですかというとご承知の通り融資は伸びていませんですからこういった先進国においてはバブルは形成されるどころかバブルがどちらかというと縮小しているような状況ですじゃあ今世界的に見てこの銀行融資の拡張が起こっているのはどこかというと言うまでもなく中国 ブラジル、私が先週いたインドネシアシンガポール新興国の至るところで銀行融資の拡張が起こっているということです,、ね、すなわち、今は先進国において銀行融資を圧縮してで景気を低給引をさせながら新興国において融資を拡張させてバブルを形成させてそこの経済を沸騰させる。 で日本とかアメリカヨーロッパあたりからそういった新興国への輸出を伸ばしていこうと、まあ、こういったことをやっているということですねそうすると、まあ、次でどこでバブルが崩壊するかというのは大体目に見えてくるということになってくるということですねじゃあこのバブルの崩壊というのは大体どういう時に起こるのかというと FRB の利上げが起こるときですねですから FRB の利上げが随分進んでいく可能性がありますがそういったタイミングにおいてはやはり新興国への投資一回気をつけなきゃいけない、まあ、何らかの形でヘッジとかをすることも考えた方がいいということが出てくるかもしれない。 そうすると、まあ、逆に言うとそこまであと23年ぐらいあるかという考え方もあるということですねですから基本的には新興国時代を迎えていて新興国に投資するというのが日本の投資家のみならずアメリカ、ヨーロッパの投資家においてもこれはもうマスト、えー、そうしなければいけないような時代さえ迎えているわけなんですがその時にやはり、あのー、何らかの。 イベントをきっかけにガクッと食うことがあるんでそういったところはよくコントロールする準備をもしくは心構えを持っておく必要があるんだろうなということですねで特にこれが求められるのは日本の投資家でしてなぜかというと円という通貨が危機になったときに上昇する傾向があるということですね、まあ、ここの辺りはリーマン危機の後に日本経済は随分悪くなったんだけどなんか円高がボンボンボン進んでいく。 例えば、1990年のバブルの崩壊の後に、日本経済が悪くなっているはずなのに、なんでかその後、円が上昇して、80円の従来の円最高値をつけるような動きもあった。このことに象徴される通り、円という通貨は、これは形状黒字があるからなんですが、危機になると円高になるという傾向にあります。ですから、日本人が海外、特に新興国に投資すると、 まあ日本と新興国というのは人口動態も含めて右と左の対極にありますから世界経済がいいときは円安であの新興国通貨が上昇して株なんかも上昇するものですからああ、よかったねって話になりますが一旦危機が起こってしまうと新興国自体がガクッとくるのに加えて日本の投資家というのは円高でやられてしまうと。 でこの時に株価あたりもやられてますのでもうダブルパンチトリプルパンチで行いたいということが起こってしまいますから、えー、日本人投資家ということに関して言えばこの新興国時代においてやっぱりこの円高のリスクというのをうまくコントロールするということが同時に求められているんだろうなというふうふに思うわけですねただ、こういうふうに話をすると非常にピンチばっかりあるような気がしてきますが 円高になった時に新興国の株価が落ちていたり新興国の通貨が下落しているということはそういった資産を安く買うチャンスでもあるわけですねですから今の新興国が後進国と呼ばれた世界の経済から取り残された時はあえて下落したそんな資産を買う必要はなかったわけですが今のように経済が情報屈折して一方で先進国の成長率が下方屈折しているような時代を迎えた こういった時代においては安くなった資産を高くなった円で買うチャンスをですね我々は見つけることができるということではないのかなという,ふうに思います、まあ、よくピンチはチャンスと言いますよねまさにこれが新興国時代を迎えた日本人の投資家には当てはまるのではないかなという,ふうに私自身は考えているということですじゃあ、そういったですねピンチとかチャンスというのをどういうふうに見つけたらいいのかというと10ページ目になってきますが これはですね、若干、宣伝になるんですが私が所属しているシティグループの外国為替本部がですね、出している MRI というものなんですね。この MRI というのはマクロリスクインデックスというふうに呼んでいますが何かというと世界のですね、例えば流動性の状況とか信用状況とかそういったものを総合的な指数化していると。 いうことなんですねあの、まあ、シティグループの外,外国為替部、外国為替本部というのはあの非常にクオンツが充実しているんですよね。で、実はあの外国為替の舞台の中でクオンツを持っている金融機関も結構珍しくてでなおかつ、あの我々の場合東京にもこのクオンツが3人とか、えー、いる、まあ、ちょっと珍しいんですが、まあ、そのクオンツチームがこういったものを開発しているで。このの MRI いうのは上に行行けば行くほど 金融危機的になっていいるということなんですねでこういう観点で昨年の欧州の危機というのを見てみるとリーマン危機とかあとはアジア危機とか1998年に大手ヘッジファンド LTCM が破綻した時と同じぐらいの危機が高まっていたということですねそれが足元においてはすっと下がってきているこれは下に下がってくるということは金融市場が安定化してきていると。 いいうことを示していましててま例えばこういったような指標を見ながら我々は世界のリスク状況がああ安定してきたな、最悪気を出してきたなそういったような判断をしているということですでこれはちょっと自慢げに話しましたがなかなか皆さんが見ていただくことは厳しいわけですじゃあそういった皆さんが何を見とけばいいのかというとやはり一番わかりやすいのは株価だろうなというふうに思いますねでこののページで青いい折れ線グラフというのは アメリカのニューヨーク株ということになりますが昨年もですね、えー、年の半ばに急落したわけですが、まあ、ギリシャが破綻するなんだかんだってこう騒ぎながら秋口くらいからは、えー、アメリカ株はずっと底堅く上昇してなんとリーマン・危機後の戻り高値を抜けてきているということです。ね。こういっった動きが始まってくると、 為替相場の中、まだ新興国はだめだなーなんて話になってますが実はそれ以外のところでリスクを取る動きが出てきているということなんです。すなわち何を言いたいのかというとですね、為替相場の中で皆さんは今何らかのポジションを取ろうとされているというわけですね。でそののの時に世界がががが金融経済リリススクク先行が強いのか、リスクが回避的なのか これによって円高になりやすいのか円安になりやすいのかというのが左右されてくるわけですでこの円高になりやすい環境なのか円安になりやすい環境なのかというのを為替相場だけを見ていては判断できないということなんですねですからぜひとも為替をやられる方というのは実際そうしていらっしゃると思いますが、まあ、株価動向とかあとはまあ当然金利動向とかあとは商品相場ですよねコモディティが上がるときはリスクが強い。 でコモディティが下がるようなときは、えー、リスク回避的だ、まあ、こういった動きになるわけですからそういったところにもうまく目くばせをしておく必要があるということですで今回に関して言えばやはり欧州の危機というのが非常に大きかったわけですからこの欧州の中で何か、えー、ちゃんとウォッチしておく指標というものが必要になってくるわけですでそれが何かというと我々の言葉で言うとソブリンスプレッドと呼ばれるものになるわけですね でこのソブリンスプレッドというのは平たく言えば何なのかというとここで示していますのはアイルランドとイタリアの10年国債がドイツの10年国債に対してどれぐらい上乗せ金利を求められているかということを示しているわけです。ね。 でアイルランド、ギリシャポルトガルの3カ国の例で言いますならばこの対ドイツの国債に対する上乗せ金利が3%を超えたあたりから債権売り、格下げげ売り格下げの悪循環に入っていきます。 まあこの上乗せ金利が3%というのはどういうときかというと例えばドイツの金利が3%のときにそこからさらに3%上乗せ金利を乗せた6%ぐらいのところがまあギリシャとかアイルランドの金利水準でしたよというのがこの上乗せ金利3%のところなんですがここを超えると悪循環が発生して上乗せ金利が6%に達したところで EU、IMF すなわち国際通貨基金への支援要請に至っていたということですねでこれはもうギリシャ、ポルトガル、アイルランド3カ国にほぼ共通した動きだったわけですでそこから1年から1年半ぐらいのタイムラグを置いてイタリア、スペインの,この上乗せ金利というのが去年の7月ぐらいに3%を超えて でその後、去年の11月、12月ぐらいまではギリシャ、ほか3カ国と同じ道を歩んでいたということですね。でこれはもう本当、一歩間違うと、えー、危ないなというところまで来たわけですがそこから、ですね、やはり ECB ・欧州中央銀行の流動性供給とかあとは IMF の融資枠の拡充の話が出てきたりとかあとはメルコジ同盟 という言葉がその頃出てきたんですねメルコジ同盟というのはドイツのメルケル首相とフランスのサルコジ大統領のことなんですがこのメルコジ同盟を中核に欧州の金融支援の枠組みを拡充していったということですね、まあ、ちなみにですね私、去年あのヨーロッパに出張したときにフランクフルトで泊まったんですけどね私が泊まったホテルメルケル首相が あのー、実は止まっていて、あの ecb の首脳あのー、首脳あたりとこう階段をやってたんですけどね。もう本当に警備が厳重なんですよ。もうホテルに入る数百メーター手前からブロックされて重いスーツケースを引っ張ってガラガラガラタクシーが行ってくれないんで、引っ張っていった思いがあるんですね。で、そんな経験をしながらですね。実は私が住んでるところの裏にですね。あのー、東京で住んでるんですけど、裏に？ こうちょっとした結構いい、あのー、日本料理屋さんがあるんですよ。で、1年弱前かな、あのー、日曜日に歩いて家に帰って、夕方ぐらいに帰ってたらですね、なんか、あのー、新聞記者らしい人がこうか10人ぐらいそこの前にいてで、警備の人が2人ぐらい立ってるんですよ。これはなんか、あのー、アメリカのなんか歌手かなんか来たのかなと思ってですね、警備の人に、 だ誰来たんですかって、誰来たんですかこれあの、こんな人いて、いや、ちょっと言えませんっていうわけですよ、え、歌手ですか、歌手、いやいや、政治家ですっていうわけですよ、政治家って,家って誰なんですか、いいじゃないですか、教えてくださいよって、首相ですっていうわけですよ、警備員が2人しかいないのに、まさか日本国の首相じゃないだろうなと思って、一応聞いて、まさかうちの首相ですかって聞いたら、え、うちの首相ですっていうわけですね。 これは結構きついなっていう,ふうに思いましたね。メルケル首相はもう周辺何百メーターを厳重注意で、日本の首相は菅首相でしたけど、2人、まあ、中にはもうちょっといたかもしれませんけどね、結構きついなと思いましたが、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、そういうこともあって、 えー、このイタリアとスペインあたりというのは急速にこの上乗せ金利というのが足元縮小してきているという状況ですでまだこの3%を下回ったわけではありませんが今、その分水嶺となるところに差し掛かっていますので、まあ、これを下回ってくると、まあ、欧州の、えー、いわゆる債務危機というのが最悪期を出してだいぶ正常化してきたということが確認されてくるんじゃないかなというふうに思うわけですね。 でここのたりから、まあ、足元の相場の話に入ってきますが、じゃあそういった中でユーロはどうなのか、ね、欧州の危機が終わるんだから、それはユーロ上がるでしょう、本当ですかって話ですよねで。13ページ目のグラフ、えこれは左上がですねユーロトルの購買力陛下というものの動きを示しているわけですが、要は物価水準を考慮した後のユーロの適正水準です。で今消費者物価の えー、購買力平価で見ると大体1ユーロ1.3ドルぐらいのところが適正水準という計算になってきましてそうすると足元のユーロドルはちょうどその辺りまで来てるなという話になってきますでさらにこの消費者物価で見た購買力平価からのユーロの上振れ、下振れとアメリカとドイツの金利差を示したものが左下のグラフということになってきますが、えー、欧州危機だ、ギリシャ危機だ やんのやんの騒ぎながらなんてことはない、ユーロドルというのはアメリカとヨーロッパの物価格差と金利格差に応じた推移というのをずっと続けてきたということが示されているわけです。まあ、逆に言うと、ですねこれ、ギリシャの問題なんかが発生して、まあ、イタリア、スペインそういったところが万が一デフォルトする。 債務不履行に陥るというリスクを織り込めてないということでもありますが基本的には債務危機だなんだかんだ騒ぎながらユーロドルというのは従来と同じような動きを続けてきたんだということですそうするとこの後はというと基本的にはアメリカはしばらくは低金利政策へのコミットメントが強いがゆえに金利の上昇はなかなか起こらないで一方でユーロ圏もあと何回かひょっとしたら利下げをするかもしれないという程度ですから、まあ 欧州がだいぶ落ち着いてきたとしてもそんなにユーロドルは上がるわけでもなく下がるわけでもないただ、年の終盤ぐらいになってくるとおそらくアメリカサイドでは来年以降の利上げが意識されてきてアメリカの金利は上昇しがちになってくる一方でその時は、えー、欧州中央銀行、ECB が今1、1%の政策金利を0.5ぐらいまで下げてくる可能性があるかなと我々は見ていますので ドイツの金利はどちらかというと下がり気味であるとそうすると、まあ、年終盤ぐらいに向かってですねユーロドルというのは極めて秩序だった下落基調をたどっていく可能性があるんじゃないかなというふうふに考えているということですねでこういったですねユーロの状況というのを日本と照らし合わせてみると、えー、前のスクリーンの左下ということになりますが1995年以降の日本と結構似てるんですよね。 でバブルが崩壊した後の日本というのは日銀の金融緩和が遅れて金利が高止まっていたんですねでこの時にバブルが崩壊したのに経常黒字があるがゆえに円高になってしまったただ95年以降というのはご承知の通り円安が進み始めたわけですがこの時にはようやく 日本の金利が随分下が下っていたんですねで今のユーロ圏の金利をバブル崩壊後の日本と照らし合わせてみるとこの95年以降の状況に似ているということでして要はユーロという通貨が95年以降の日本円と同じように世界的な調達通貨え売られやすい通貨に今なっていこうとしているんじゃないかなというような見方です、まあ、そういう観点から言うと欧州はどちらかというと今回の危機をなんとか克服してくる。 ただ、この危機を克服するためには ECB の金融緩和というのはどうしても避けて通れない。流動性の供給というのは避けて通れない。そのことによってユーロ相場というのは比較的下がりやすい。昔の日本円と同じような調達通貨になってくる可能性があるんじゃないかなと。こういったような見方をしているということですね。そういったじゃあ、ユーロが調達通貨として売られやすくなるときに どういった通貨が比較的上昇しやすくなるのかというとこれは繰り返しになってくるんですが先ほどお話した新興国の通貨当たりというのがやはりメリットを受ける可能性があるかなというふうふに思いますと言いますのは95年以降の日本はアメリカという国が景気が良くなって利上げをしていたんですよねでなおかつ当時はまだ先進国時代でした新興国時代はなかったわけです,ですから 世界の投資家もしくは日本の投資家にとって円を売るときにドルを買うで、なおかつそのドルの金利が高かったので買うメリットもあったわけですところが今のユーロと95年以降の日本を照らし合わせてみると今のユーロ圏と95年以降の日本はそっくりなんですが違う点が2つあります1つはまだアメリカが低金利政策をやっているということです。 でもう一つの違いは何かというと2000年代から新興国時代に突入しているということなんですねですからユーロという通貨が95年以降の日本円と同じように売られやすくなったときにそのお金がどこに行くのかというとやはりこれは新興国特に地理的に近い中東をこういったあたりにです、ね、流れ込んでいく可能性が高まってきているんじゃないかなというふうな見方を私自身はしています。例えば去年の年の末に えー、欧州中央銀行、ECB が期間3年間の、えー、長期資金の、えー、資金供給をやりましたよね、でこれをやったとたん、ハンガリーフォリントとかポーランド通貨値がばーっと上昇するわけです、まあ、こういったような動きというのは、ユーロから流れ出るお金というのが中東,欧を,中中東欧を中心とした新興国に流れ出やすくなってきている一つの典型例なんじゃないかなというふうに思っているということです。 じゃあこういったベードルはどうかというと私は長期的に見るとベードルはあんまり心配していないんです、えー、16ページ目はこれはベードルの通貨インデックスの動きを示していまして日本人はですね、これメディアも悪いと思うんですけどドル円を見ながらなんかドルが下がっている,ががるというものですから日本人はなんかドルがどん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 ん下がっていると思い込んでいるんですがドルは過去3年間実は下がってないんですよね。 でこれはあのユーロに対してドル高になったことに象徴的なとおりドルの通貨インデックスというのは2002年からずっと下がっていたものがリーマン危機が起こった2008年ぐらいからむしろ下げ止まりに転じてきているというのが米ドルの実態ですここの辺りが日本語のメディアではなかなかうまく伝わっていないという問題があるわけですでこのドルというのは結構面白い通貨でスマイルカーブ ニコッと笑っったスマイルカーブを持ってるんですねで前で見ている頂、えー、い,いてる資料は何かというと横軸がアメリカの経済成長率です右に向かって右に行けば行くほどアメリカの成長率が高いで向かって左に行けば行くほどアメリカの成長率が落ちて世界の経済危機に陥っている、まあ、こういった時です で一方で、縦軸は今見ていただいた米ドルの通貨インデックスの前年比の騰落率を示したものでこうやって見ていただくとドルのパフォーマンスが高いときというのはアメリカの経済成長率が高いときすなわち FRB がだいぶ利上げをしているようなときかもしくは世界的に危機になっているでこれは世界が危機になるとどうしてもドルが不足してきますからドル不足問題によってドルが押し上げられる。 このときによってドルが上昇しやすくなってくるということが示されています一方でアメリカにとって最も居心地がいいと言われるような2%から4%ぐらいの成長のときはどうかというと平均的なドルのパフォーマンスは最も悪くなるということなんですねですからまあ過去3年間ドルはまず下げ止まっているということですねで最終的には2014年ぐらいの FRB の利上げをバネにドルの上昇局面に入っていくというふうに思われますが そこに至るまでの、えー、今年来年あたりというのはアメリカ経済が非常に居心地のいい成長率に戻ってくるタイミングでちょっと過去23年に比べたらドルが値を崩しやすくなるような、えー、そういったようなタイミングになってくるんじゃないかなというふうに思っているわけですね。でこういった中、えーまあ、今日雇用統計があるというので取ってつけたようにアメリカの、えー、金融政策と、えー、雇用統計の関係を示してみると このグラフは、ですね太い実践がアメリカの FF 金利、これ上下、軸を逆にして、上が利下げですね、で一方で、この青い折れ線グラフというのは、アメリカの失業率の10年平均からの乖離を示してますが、こうやって見ていただくと、ですね何のことはない、アメリカの金融政策というのが、失業率に応じて上下しているということが非常に端的に表れているということなんですね。 で私もこういう仕事をしてますんで、最初、仕事を始めた時にときに、あのーまあ、当時の上司とか先輩から、お前、ISM、景況指数どうなったんだよとか、ですね、アメリカの耐久財助長どうなったんだよ、こらとか言うんですが、今となってみたら、あれは本当に無駄だったなと。 いうことなんですね要はアメリカの金融政策を見るにあたっては失業率をとにかくバチッと抑えておくとこれがいかに重要かということが示されているわけですでアメリカのこの失業率を抑えずしてさまざまな経済統計を見ることははっきり言って私はノイズだと思いますね見,見ない方がかえっていいぐらいだと思いますもちろん私のようなあの人間になってくると失業率がどうなるかというところに興味があるわけなんでいろんな統計はもちろん見てるわけなんですが まずこの失業率を抑えずしていろんな統計を見る必要なんてないよねということをここで言いたかったということでちょっとこれはこのイベントを少しサポートするトークもしないといけないのかなと思って入れたということですねじゃあお前の五託は分かったんだけどじゃあドル円どうなんだって話なんですが基本的には向こう23ヶ月の間では私は円高、えー、基本的には78から80とかそういったような可能性があるんじゃないか、まあ、75まではいかないけどねとうう思ってるんですね。 でここのたりも時間軸をよく分けて考える必要があるわけですが今、見ていただいているのは週間一目均衡表なんですよねでテクニカルを重視している人はこれはよくお分かりだと思いますが雲というのが存在してやっぱりこの雲というのが非常にレジスタンスとして強いわけですでこの週間一目均衡表に関して言えばもうこれはドル円のトレンド判断をするにあたってはもうパーフェクトチャートなんですよね でもうこの雲が上抜けられるかどうかというのが非常に重要なわけですが、えー、過去2ヶ月間の円安によって、えー、とうとうドル円相場がこの雲の上に出てきているということですで、この時にちょうど2007年から来ている3番目のレジスタンスライン抵抗線を上抜けていますのでこれはやはり 2007年から続いた円高ドル安長期的な相場が終焉した可能性が極めて高まっているだろうなというようなテクニカルな判断をしているところですじゃあこういったですね変化が起こった理由は何かというとやっぱり日本の国際収支の悪化でしょうねで貿易収支も震災の影響があって赤字化しましたし あと、なんといっても基本的にはこの日本の国際収支の悪化というのが人口動態の影響を受けて起こっているということなんですね。でここで見ていただいている右上のグラフというのは横軸が65歳以上の日本の年金世代の人口比率で縦軸が日本の家計貯蓄率を示しているわけですが今や日本の家計貯蓄率って5%前後で あののアメリカととい同じぐらいのところままでで下がってしまっててしるんですでなおかつ、この家計貯蓄率というのがえ年金世代の人口比率と非常に高い相関を持っていてでなおかつ、今年から団塊の世代の公的年金の受給が始まってますからここがですねここから向こう5年間で恐ろしいほどぐぐぐグっと下に押し下げられて、まあ、まだなんとかプラスですけど、まあ、5年ぐらい経つとマイナスになるのがほぼ目に見えているということですね。 でこれは日本国内における余剰貯蓄が減ってきますからどうしても日本全体の余剰貯蓄を国際収支上を示している経常黒字は減っていく宿命なんだということですね。だこういった人口動態の影響というのが日本の国際収支貿易収支の悪化の根本的な背景になっているというのはよく考えておく必要があるかなというふうふに思いますであと日本においてもう一つ重要なのはやはり政策対応として あの消費税の引き上げというのを今、視野に入れた政策運営がなされているということですねでなぜかというと消費税を上げるためにはどうしなければいけないのかというと景気の減速は避けないといけないわけですじゃあ景気の減速を避けるためには何が必要か円高を回避することと金融緩和を行うことということになってくるわけですねですからここのあたりがえ日本の財務省が一生懸命円売り介入をやっていたり えー、今日も野田首相と白川総裁がどっかであのお茶してたたという噂で日本国債が買われましたが、まあ、日銀の金融政策というのがどうしてもそういった財政政策を意識せざるを得なくなってきている理由だということですね。ね要は消費税引き上げというのが政治的的なな具体的な ターゲットになったことによって、えー、通貨政策と金融政策が人質財政政策の人質に捉えているような状況になっているということですねこういったところが円高が止まってきている理由ということになってきますが一方でドル高が期待できないのはやはりアメリカの低金利政策の長期化ですよねまあご承知の通りアメリカの金利動向とドル円相場過去7年ぐらいは非常に高い相関を持っていますのでどうしても アメリカの利上げがないと10円以上10円を超えるようなドル高円安というのは期待しにくいそうすると75円をボトムだと考えると今のアメリカの金利環境だとやっぱり85円ぐらいが精一杯だという話になってくるとでそういった中で、えー、足元のポジショニングはどうかというと先週発表された、えー、シカゴ通貨先物市場の円売りポジションというのが6万7千枚ぐらいまで円売りポジションが膨らんでいるわけです。 で過去の4年ぐらいを見ていただくと円買ポジションを作るときも円売りポジションを作るときも大体5万枚から6万枚ぐらいがピークになっていてちょうど足元、そのピークに来ているわけですですからずいぶん円売りポジションが溜まってきたなということが分かるのと同時に我々がもう1つ注目しなければいけないのは何かというと円売りポジションが増えている間にドル円相場が下がったということですね。ねですから 先週、先々週あたりで円売りポジションを持った人アメリカの投機筋が今かなり締め上がってきているということですね。だこういうところは、かなり持ち高調整が発生してそれに伴う円買い戻しが発生しやすい状況になっているんだろうなというふうに私自身は見ているということですね。でそこのあたりをテクニカル分析で見てみると RSI というのに一つ注目していいのかなというふうふに思うんですねで、SI、っていうのはみんなですね。 これ70%以上だと買われすぎ30%以下だと売られすぎこればっかりで使うんですがこれははっきり言って一番しょうもない使い方です RSI が重要なのはこれはですねモメンタム指標相場の勢いを示す先行指標だということなんですね要は RSI というのはこのケースでいうと過去14日間の上げ幅と下げ幅の変化を取ったもので実勢相場に先がって,て相場の動きを トレンドの変化というのを表すというふうに言われてるんですねで、この RSI というのは2月の上旬に実はもうすでにピークピークをつけていてその後はモニョモニョモノっとした動きを示していますで、こういったモニョモニョモニョっとした70%ぐらいの変われすぎと言われるゾーンでこういったモニョモニョモニョっとした動きを示しながら緩やかな RSI の低下が進んでいることを弱気の乖離の形成というふうに呼ぶんですよね でこの弱気の乖りというのが今回でいうと64%ぐらいのところにネックラインがあったわけですがそこを2週間前に割り込んで下に下がってきているですからこの動きが出たことによってドル円2月から始まったドル円の上昇の勢いがかなり明確に落ちてきているということがすでにシグナルされていたということですねでなおかつこの RSI がもう一つ重要な使い方というのはちょうどこの真ん中の50%のところが より上にいるときはまだ開極面という判断なんですね。 で50%を下回ってくると売り局面という判断をするんですがちょうどこの RSI が今52%ぐらいのところに来ていてでこれが多分50%を下回ってくるとドル円が足元の82円を下離れてドドドドド,ドッとこう下がる、まあ、こういったような動きになってくるんじゃないかなというふうに思いますですから繰り返しになるんですがこの RSI を見ながら70%以上が買われすぎ30%以下売られすぎというのははっきり言って一番しょうもない使い方であってぜひともです、ね、相場の実際に先駆ける 先行指標としててうまく使っていたただきいいなというふうに思いいますということで歴史観から始まってですねあ足元の相場をどう見るかというところまでブレイクダウンしてきたつもりなんですが重要なポイントは何かというとですね相場というのはやっぱりファンダメンタルズ分析。 テクニカル分析あとは先ほどヘッジファンドのところでお話したような受給分析この3つをですね、やっぱりうまく組み合わせることによってですね、なんとかかんとか、えー、こうだろうなという相場が見えてくるということですねで私もですね、まあ、あの十数年、えー、この仕事をやってるんですが実感するのはですね、年々うまくなるのは言い訳です、言い訳で年々実感するのは相場の先を予想するのは本当に難しいということなんですね ですから、まあ今日私、いろんなことを言いましたが、これははっきりと当たるかどうかなんていうのは全く自分自身がわからないと思います、でそういったまあ難しい相場に対して、あの先ほどお話したように、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、需、まあ、給分析、こういったところをぜひともですね融合しながら、皆さんのトレーディングに役立てていただければなというふうふに思います。ということで、ちょうど時間になりましたので、こ,このあたりで話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました はい高島さんありがとうございました、えー、歴史観から見る相場非常に面白いお話が聞けたんではないでしょうか、えー、いろいろと引き出しの多い方ですのでこの後の交流会の方で皆さん高島さんにいろいろとご質問とかいただければと思います高島さんもあの交流会の方で残っていきますので皆さんどんどん質問してください、えー、もう一度大きな拍手でお願いします高島さんありがとうございました <laughs> はい えー、というわけでですね、えー、隣の交流会会場の方に、えー、雇用統計名物マクドナルドハンバーガーが300個、えー、先ほど届きました、えー、そちらのハンバーガーを頬張りながらですね、えー、ドリンクも用意しておりますのでそちらの方を飲みながら。 えー、高島さんそして今回のパネリストの、えー、各証券会社の先鋭なるアナリストたち、えー、そういった方々が隣の部屋で待機しております、えー、皆さんお腹も空いたと思いますのでそちらを食べながらいろんな質問をどんどんして、えー、また個人投資家さん同士で意見交換もしていただけたらと思いますそれでは会場の方は交流会に移りますので、えー、こちらの入り口の方から皆さん移動してくださいあの貴重品は手に取ってあのお持ちになって動いてくださいね、えー、そしてインターネットをご覧 皆のの様は、えー、この後もまだままだだ引き続き続ります、えー、各証券会社の、えー、トークタイムそして、えー、証券会社、えー、代表の精鋭なるアナリストたちのパネルディスカッションと続きます、えー、チャンネルはそのままでインターネットテレビをご覧ください一旦コマーシャルです fx なら安心の「クリック365」始めるなら取扱い最大手インバスト証券「FX」のご相談は「クリック365」取扱い最大手インバスト証券へ世の中にはさまざまな資産運用が存在しますあなたには相談できる人が身近にいますか取引所為替証拠金取引 商品先物取引商品ファンド純金積立生命保険きっとあなたに合う資産用があるはずです岡谷商事 取扱い最大手インバスト証券へこの中にはさまざまな資産運用が存在しますあなたには相談できる人が身近にいますか取引所為替証拠金取引商品先物取引商品ファンド純金積立生命保険きっとあなたに合う資産運用

はいまず、あの公用証券のクリック365には、どのような特徴があるんでしょうかはい公用、えー、証券のクリック365は、あの3つのコースをご用意しております、一、はい、つが、えー、コンサルティングコースがございます、コンサルティングコースは、専任の担当者、もしくはコールセンターが24時間、いつでもお取引をサポートいたします。えー 担当者のサポートのもとに電話でお客様にご注文を出していただきます取引経験の浅い方や担当者の情報を参考にしたい方パソコン操作に自信のない方などにお勧めのコースでございますぜひともあのお問い合わせをお待ちしておりますじゃあ私みたいにあのパソコンが苦手だったり あの外で働いていらっしゃる方、ご、まあ、年配の方にも、やっぱりあのお電話で注文出せるということは、非常にいいコースですねそうですね、ありがとうございます。もう一つコースありますよ、ね、はいで、こちらが、コンサルオンラインコースと申しまして、業界では初ということで、1000人の担当者のアドバイスを受けながら、ネットで注文を出すことができるコースでございます。 ネットでご,しご自身でご注文を出す以外はコンサルティングコースと同様のサービスがお受けすることができますじゃあ,あのやっぱり相場でうまくいっているときだったり相場が曲がっているときもやっぱりあると思うんですけれどもやはりこういう形であのうまくいっていないときにやっぱり誰かに相談したいなというときにはすすすごくいいコースででねねそうですねあのこのように本日みたいに雇用統計や大きなイベントがあるときもどんどん電話をしていただいて ご相談をしていただければと思います24時間いつでも構いませんのでお電話をいただければと思います雇用証券様情報ツールはどのようなものを使っていらっしゃるんでしょうかはいあの弊社といたしましては情報ツールとして eProfitFX グローバルインフォをご用意しております価格チャートはもちろんですが相場情報を見ることができますまた当社の あのこれからです、ね、この後に開催されます、えー、ディスカッションの方にも参加させていただきます日本柳直人によりますあのメールマガジン等の配信も行っておりましてレポート等も配信をしておりますのでぜひともあのご登録いただければと思いますあのそのメールマガジンはです、ね、あのどうやってあの登録したらいいんでしょうか、はいえー。メールマガジンにつきましては あの弊社のこちらですね、見にくければ申し訳ないんですが01、0120540494と、こちらのフリーダイヤルの方にお電話をいただいて、ご登録もできますし、また、弊社の,ここの URL ですね、紅葉証券と検索していただければ、ホームページからご登録することも可能でございますので、この日本柳直人によります、このメールマガジン、毎日、 朝と夕方タイムリーな情報を分析しながらご配信しておりますのでご登録願えればと思いますあの他には公用証券であのセミナーなどはやってらっしゃらないんでしょうかあはいあのセミナーを開催しております毎月あのセミナーや座談会を定期的に開催しております、えー、来週の,あの10日火曜日もなんですが4時半からこちらの金融取引所プラザで 日本柳直人によりまますす座談会を開催いたしますで為替の見通しや経済情勢など日頃疑問に皆様が思っていらっしゃることであるとか本当に些細なあな質問とかですねこれからのドル円の見通しであったりただ単に上がるとかそういうことではなくて鋭くつく視点側の人気をそうしておりまして一度参加されたお客様方からもまた来たいというリピーターも 大う嬉しいお言葉もいただいておりますのでぜひとも来週の、えー、10日火曜日4時半よりこちら金融取引金融引のプラザの方で、えー、セミナーを開催させていただいておりますのでぜひともお越しいいただければと思います小林さん、私も行きたいんですけどどうやったらあの登録とか登録はまた繰り返しになりますがこちらのフリーダイヤル0120540494。01 繰り返します012054049424時間ですねあのお電話することもできますのでこちらの方で参加をしたいと言っていただければご登録もすぐさせていただきますしホームページ上の方からもあのご登録は可能でございますのでどん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 んご参加お待ちしておりますのでよろししくお願いいたします他には紅葉証券ではどのような商品を扱っていらっしゃるんですか。はい えー、紅葉証券はクリック365株365をはじめ、えー、外国債券やあと商品先物取引純金積み立てを取り扱っておりますいずれの商品もあのお電話で担当者と直接お話しいただけるコースをご用意しておりますので何卒、えー、ホームページもしくは、えー、こちらのフリーダイヤルの方からお電話いただきましてあのお問い合わせ願えればと思います もっとあの詳しい、聞きたいときとかはですねどうしたらいいのか、もう一度教えていただけ,いただけますでしょうか。はい分かりました、えー、またそうですね、ご質問があるようでしたら、もうまた繰り返しになりますが、こちらの0120-540494、こちらの方であで、ご質問等をお受けさせていただきますので、ぜひともお電話の方お待ちしております。 で最後になりますが、公用証券としましては、対面営業というものをメインとしておりまして、常にフェイス・トゥ・フェイスという形で、お客様と顔を合わせてお取引をしていただくということを心がけております、やっぱり一番お客様としては、相場が良くなかった時だったりとか、そういう時に話せる相談相手がいればいいなと思われると思うんですね。 なのでこちらの方ゼロ一二ゼロ五四まるの四九四こちらの方におとあのご連絡をお待ちしておりますのでぜひともよろしくお願いいたします。以上で紅葉証券の PR とさせていただきます。あのどし,どしご連絡をお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。FX なら安心のクリック三六五。 始めるなら取扱い最大手インバスト証券。FX のご相談はクリック三六五取扱い最大手インバスト証券へ。FX なら安心のクリック三六五。始めるなら取扱い最大手インバスト証券。FX のご相談はクリック三六五取扱い最大手インバスト証券へ。 ワールドインバスターズ TV 24時間絶賛放送中見てねはい皆さんこんにちは、えー、本日は夜の貴重なお時間を割いて、えー、雇用統計カーニバル in tfx にご参加いただき誠にありがとうございます、えー、私は、えー、インバース証券投資情報室で テクニカルなアナリストを行っております山口哲也と申しますよろしくお願い申し上げますまずは最初にディスクレーマーの方からご紹介しますインバス証券で取り扱っている各種金融商品は元本や収益が保証された取引ではございません取引の仕組みや内容リスクを十分にご理解いただきお取引くださいますようよろしくお願い申し上げます さて、インバースト証券ではさまざまなサービスを提供しておりますが、その中で本日は投資情報室が行っているサービスを3つほどご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目は、Facebook のファンページ、グローバル FX コミュニティとなります。こちらの方で私はですね、ライターということで記事を書いたりしております。多くのの投資家の方々に有益な情報を 提供していきたいということで記事を書いておりますのでぜひこちらの方をご覧いただければなと思っております、はいえー、次続きまして2つ目はセミナーですね、えー、インバースト証券ではさまざまなウェブセミナーを無料で行っております、えー、私も清潔ながら特にテクニカル分析の方法やり方なんかについて、えー、セミナーを担当しております ぜひこちらの方もご覧いただければなと思っております、はいえー、続きまして3つ目ですね3つ目は YouTube になります私のテクニカル分析のセミナーは動画として YouTube の方にアップロードされておりますお好きな時間に見ることが可能です酒田語法からエリオット波動論またストキャスティックスとか新年足など さまざまなジャンルのテクニカル分析について幅広くご紹介しておりますのでテクニカル分析を勉強されたいと思われてらっしゃる方はぜひこちらの方をご覧いただければなと思っておりますはい、えー、最後に投資家の皆様へということで私はあの投資の世界に足を踏み入れて約20年ぐらいになるんですけれどもその20年間の中で多くのお客様と 接してきて感じていることが投資で最も大切なことはリスク管理だということだといういうことです。すみません。こちらにありますように資金管理とポジションサイズでストップ注文ですね。トリガー注文。でそしてこれらを行うために比較的このテクニカル分析っていうのが私は有効だと思っております。 でえー、今までご紹介いたしました Facebook のグローバル FX コミュニティそれからインバースト証券のウェブセミナー YouTube のテクニカル分析の動画これはいずれもインバースト証券に口座をお持ちでないお客様でも無料でご利用いただけます、えー、URL はご覧の通りになっておりますので、えー、皆さんの投資の方にお役立ていただければと思っておりますぜひお試しください最後に本日は、えー、週末の金曜日また 昨年とは打って変わって今年は各通貨のボラティリティも上がってきておりますので今一度ポジションサイズストップ注文などを見直していただいて楽しい週末をお過ごしくださいますようお願い申し上げます以上インバースト証券投資情報室の山口哲也がご紹介させていただきましたありがとうございます 世の中にはさまざまな資産猶予が存在しますあなたには相談できる人が身近にいますか取引所・為替証拠金取引商品先物取引商品ファンド純金積み立て生命保険きっとあなたに合う資産猶予があるはずです岡山商事 資産運用が存在しますあなたには相談できる人が身近にいますか取引所為替証拠金取引商品先物取引商品ファンド純金積立生命保険きっとあなたに合う資産運用があるはずです岡かやし商事 皆さんこんばんは岡安障子のりちゃんですさて本日は雇用統計カーニバル第三弾ですこちら東京金融取引所から生中継でお届けしますよさて本日はグッドフライデーということでグッドなフライデーにぴったりのゲストをお呼びしました岡安障子カワスライフの鈴木圭さんです本日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでもりちゃんグッドなフライデーじゃなくて今日は成金曜日ですよ つまりグッドフライデーですね。あ、そうですね。はいえー、ところでいろちゃん、はい、今日私どうしても宣伝したいことがあってきたんです。あら、またですね。はい、またです。はい、なんでしょうか、えー。為替ライフを日本で為替ライフで日本を元気にキャンペーンです。はい、為替ライフで日本を元気にキャンペーンですね。はい、そうです。うん、為替ライフで日本を元元気にキャンペーンです。 このキャンペーンでは一言で言うと為替ライフで取引するとみんな元気になれるキャンペーンなんですお元気にしてくれるんですかはいそうなんですよどういうキャンペーンやってるんですか新規のお客様はなんと手数料マイナス1円つまり売買のたびに手数料をいただくのではなく差し上げるんです、うん、えお金もらえるんですかそうなんですよそれはもう確かに元気になれますねあとは何かあります え足りないですか <laughs> じゃあ、えー、取引中のお客様にはなんと売買枚数に応じて、うん、北は北海道から南は九州まで日本全国おいから美味しいものをお届けします何がもらえるんでしょうか4月はなんと、ま、三重県から松坂牛のローストビーフ、うん、岩手県からは三陸産一夜干しセットをお送りしますえ もしかして松坂牛もらえるとかそういうことですねそういうことですいやこれは元気になれますよだって皆さんお肉大好きでしょそうですよね、はい、でさらにですねその中でも取引枚数の多い方は人形町今半の高級すき焼きセットをプレゼントするんですええすき焼きあそこってすごい美味しいんですよね美味しいですよねでもちょっと高いですよねそうですね 特にディナーなんかすごい値段しますもんねかなりお高いですよねでも私たち行きましたよねそうですねリオちゃん、はい、でもねリオちゃん、はい、これで終わらないのが為替ライフなんですなんでしょうか温泉もあるんですよ温泉<声>実はこのキャンペーン2月から始めてまして、はいえー、今月末までの3ヶ月間で規定枚数をお取引いただくとお取引で疲れた方に 体を癒していただくために日本全国の名湯宿泊券をプレゼントいたしますわお温泉も当たるなんてカワセライフってすごいやすっごく元気になれそうですでももしかしてまだあったりしますいやさすがに勘弁してくださいもうプレゼントできるものはないんですけどもカワセライフでは4月からチャート機能をバージョンアップしたんですよ あそうなんですね。プレゼントだけではなくちゃんと取引がしやすいようにバージョンアップをしてくれたりしているんですね。そうなんですど。どういうふうなものが変わったんですか、えー、チャート上でですね、ポジションや、えー、注文内容が表示されるようになりましたえそれってどうなるんですかねつまりチャート画面のみで注文やポジションの管理、えー、また発注までできるようになったんですよ。 賢いこれは為替ライフで取引するしかないじゃないですか皆様ぜひ為替ライフでお取引をお願いいたしますはいわかりましたということで今回も鈴木さんをお招きして為替ライフのすごいところをご紹介いたしました鈴木さん次回もお会いできるんですかねそうだといいですねそうですねお話上手ですからねでは皆さんまた次回ですバイバイキーン 皆さんこんばんは。岡三オンライン証券の花りと申します。よろしくお願いいたします本日は東京金融取引所が開催する雇用統計カーニバルということで、岡さんオンラインが提供しているクリック36。5の取引ツールについてご紹介していきたいと思います。えっと岡さオンラインでは？ えっとウェブ版やリッチクライアント iphone アプリにえっと、android アプリあとモバイルというふうにお客様にとって幅広いニーズに対応したような取引ツールをご用意しておりますが今回ご紹介するのはアルゴトレード365というものになりますアルゴトレード365は何なのかと言いますとクリック365専用に開発された fx 自動売買システムトレードツールになります シストレア自動売買と言いますとあのメタトレーダーですとかいろんな会社さんが提供している売買のソフトなんかを思い浮かべる方いらっしゃるかもしれないんですが大抵のものは大体あの、店頭 FX と呼ばれるようなものに対応したものになっていますただ実はクリック365でも簡単に自動売買ができるようなものがこのアルゴトレード365となっていますクリック365ならではの有利な価格で取引できる というものがアルゴトレード365ですのでこちらをぜひ覚えていただきたいと思いますでちなみにシステムトレードって何という風うに思われている方に簡単にちょっとご紹介しますとシステムトレードは自分の感情を排除して取引するような 手法になっていますのであの時利食いしていれば良かったなぁですとかあの時ちゃんと損切りしていれば良かったのになというようなそういった感情に左右されて取引するということを避けることができるようになりますまたそのルールについてですね自動売買の機能をつけていくとえっ、ー、と,、えー、と自分で発注をかけない分かなり手間も省けますし24時間エントリーのポイントを逃さないというようなメリットがありますただ そういったメリットの反面ですね、えー、とシステムトレードをやるためにはきちんとプログラミングしたりですとかバックテストを自分でやってみたりですとかいろいろと専門知識や手間がかかるようなものになっていましたですがこのアルゴトレード365というのは、えー、かなりとても簡単に使えますなん、えー、でかと言いますとシステムトレードのリーディングカンパニーである株式会社オスピスが検証に検証を重ねた優秀な売買システム132通りをすでに搭載しているからなんですね お客様はもうすでにそのシステム搭載しているものをお使いいただけますのでログインいただいてどういうシステムがあるのかというふうに選んでいただいた後は開始をクリックしていただくだけでもう自動売買ができてしまいますさらにその売買システムの利用料は無料となっておりますのでぜひお使いいただければと思いますでアルゴトレードはですねあのどういったものシステムがあるのかというふうに 思われるかもしれないんですが、こちら利益ランキングや勝率のランキング、いろいろなコンテンツをご用意しておりますので、こちらをぜひご利用いただければと思います。えー、また、あのー、どんな時に売買するのかというようなルールですとか、えっ、ー、とどれくらいの勝っている、どれくらい勝っているようなシステムなのかというところ、あとは週に何回売買するのかなというような売買の詳細についても公開しておりますので、その辺をご覧になってですね、いろいろと選んでいただければと思います。 ちなみに今年間の利益ランキング1位のシステムどれくらい儲かっているのかと申しますとプラス3574ピップス大体1万通貨でお取引していただいた場合ですと35万7400円の利益を獲得しているようなものがありますこのようにですねランキングなどで簡単な見やすくご紹介しておりますのでぜひ一度ご覧ください。ただ今日ののようううな雇用統計の場合はどういうふうに システム動くのかなというところで今日はちょっと先月の分を調べてきましたこちらですねえっとドル円の15分足になっているんですけれどもアルゴトレードに搭載されているとあるシステムになります前日ぐらいから続いている上昇基調を1回ですねあの見て3月9日の大体お昼過ぎぐらいですね15時20分に買いエントリーというふうにしていましたでその後雇用統計が発表された後なんですがこうぐっと相場が上がった後 えー、決済をいたしまして利益は結局63ピップスのプラスという,ふうになりましたこのようにです、ね、いろいろ相場が動いているときに関してもシステムトレードかなりあの有利にいろいろと動いてくれるようなものですのでぜひご,ご参考いただければと思いますで今日もですも、ね、いくつかのシステムがポジションを保有している状態でしたのでこのあと、えー、雇用統計発表された後どういうふうに動くのかというところも注目できるんじゃないかと思います ただシステムトレードといっても百戦錬磨というわけではないので必ず儲かるものではありません損失を出してしまったときちょっと焦ってしまうかもしれないんですがきちんとルールには損切りのものも、えー、と損切りのルールですねストップも組み込まれていますので、えー、とその辺はご安心いただけると思いますでいろいろはです、ね、あのシステムの詳細ご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたします はい、ではちょっと最後になってしまいますが今月中旬にはアルゴトレード365の iPhone アプリをリリースする予定となっています外出先でも売買システムの損益の状況ですとか稼働状況いろいろなものが見れるようになっております PC の機能はそのまま搭載しておりますのでもちろんあのランキングなんかもご覧いただけますし,、えっとしえっと、iPhone ならではの,その見やすい画面ですねで お使いいただけると思いますのでこの辺ご利用くださいはい、さらに利用しやすくなったアルゴトレード365ですが売買システムについても順次追加予定ですのでぜひその辺ご利用いただければと思いますではそろそろ終わりにさせていただきたいと思いますありがとうございました